敵地 RCD スタジアムでのエスパニョル戦、久保は驚異的なパフォーマンスでラレアルを勝利に導いた。アトレティッククラブとのバスクダービーのように、日本人ミッドフィルダーはチームの攻撃を活性化させ、そして自らゴラッソを決め切っている。寄せられていた反応をまとめましたので、ご覧ください。ゴールは素晴らしかったし、ライン間でボールを受けて相手の足先ギリギリのところで味方につなげる一連のプレーはやはりうまい、上手すぎる。それに試合を見ていると今季は走りに馬力が出てきたように感じる。プレスに行ってボールを奪い切るシーンも見られるようになった。日本人はアスリート的な役割を求められるよりスペシャリスト的な使われ方をすると輝く選手が多いイメージがあります。久保選手以外の活躍も前の世代の成功で気持ち的なハンデがなくなり、今まで日本の育成論を紙面などで揶揄されてたドリブル、パスといったスペシャルな技能がより活かせる土壌ができてきたのではないでしょうか。正直移籍金9億円で久保建英が変えたとかソシエダは笑いが止まらないだろうな。昨季1ゴールしかしてないけど表面上の成績見ずにラブコールを送った慶眼が見事だね。ファーストディフェンダーとしてのプレス能力、中盤での組み立てと推進力、右も左もトップ下もできる万能さ、21歳にして経験豊富でバルサやマドリー相手でも互角に戦える精神力、ここに点を取る決定力までついてきたらガチで世界中のクラブで欲しくないところはないでしょう。リーガでこれだけ安定して活躍できる日本人選手が現れるなんて夢にも思わなかった。何十年とサッカーを見続けてきたけど、今本当に日本人サッカーファンとして気分は夢心地だよ。プレミアで、リーガで、日本人が活躍するニュースが毎週のように出てくるなんて最高としか言いようがない。プレミア行ってほしいけど、21歳でこれほどリーガで抜きんでた存在になる選手なら CL 常連の10チームのどこかが取りに来るのは時間の問題とも思う。特にアンチではないけど、なんとなくバイエルンと PSG だけはやめてほしい気がする。ダービーマッチからのここ5試合の出来は確かに素晴らしい。実力は本物ですね。このまま EL の決勝トーナメントでの活躍も期待してる。来季は CL で。ライターはソシエダの番記者らしいね。番記者としてソシエダの中で今一番ホットな存在ですせと書いてくれていると思うと、おーすげーなと思います。リーガ3位のチームを引っ張る存在として認められてるのだものね。頑張れ久保くん。これほどの無双っぷりなのに、バルサの若い選手たちは全く驚いてないらしい。昔カンテラで一緒にやっていた時の竹が戻ってきただけで、こういう選手というのはとっくに分かっていたということらしい。久保くんはいろいろとすごすぎるよ。ちょっとすごいくらいの持ち上げ記事、現地ではこれくらい評価されてるんだと思うと嬉しいですね。竹に対しての粘着質なアンチが目立つ日本派ちょっと嫌になる。あいつらは本当に日本人か怪しいですけど。ほんと全部やってる。攻撃のスイッチ入れたり、リズム作ったり、攻め方創作したり、ボールダッシュ、サイドバックのフォローまで、帰ったら掃除洗濯もしてるんだろうな。本当にすごい、無敵艦隊です。動画をご覧いただきありがとうございます。